せーの。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。よです。少量です。はい。はい。というわけで、今回なんですけれども、うん、とあるホテルにやってきました。まあ、今回はですね、ホテルの僕たちの過ごし方をお送りできればと思っております。イエーイ。綺麗なホテルだね。うん。ね。そうなの。ここ用意してもらったところなんですけども、ね、めっちゃ良くて。来てテンション上がったよね。僕ら、自分たちだったら絶対予約しない感じのとこなんですけども。予約できないホテル。ね。うん。すごい。なので、まあ、いろいろ行こうかなと思いまーす。ひょにょ。いいかな。うん。よし。じゃあ、どうしようかね。どうするどうするどうする。とりあえず、布団にダイブしとく。あはははは。広い。ダブルベッド。イェイ。いいね。すごい空気がボワンって。いやー、ね、どうしようか。シャワー浴びちゃう？先シャワーね。うん、さっぱりしたいね。そうだね。シャワー浴びてさっぱりしよう。しようか。うん、よっしゃ、行くぜ行くぜ。よいしょよいしょ。お風呂さっぱりしましたぜ。いやー、広いっすね。わあわあ、気持ちいいな。なんかめっちゃいいね。はあ。もう今何もしたくない。終了。めっちゃ広いのね、なんか。すっごい。うん。どうした？服着なさい。服着なさい。撮ってたの？短いよね、これ。え、こういうもんかな？ちょっと短いんじゃないかなって思ってる。まあ、でもそんなことないか。巻きだから、まあ、そういうもんじゃない。バスローブにしなかったの？うん、バスローブにしてない。なんでバスローブにしようって言ってたじゃん。いや、なんかさ、俺のセクシーなさ、バスローブショットを見たらさ、みんな鼻血ブーするかなと思った。あ、なるほどね。それは大変だ。食べたいんだ、俺お腹空いてんですよ、ね。あ、お腹空いた？はい。はい。さっぱりしたー。決まったー。ビール飲んで。じゃあ、もういいかな、このベッドの上でビール飲んじゃって。さあ、乾杯しようぜ。乾杯。乾杯、乾杯と。乾杯。乾杯と。美味しい。あー、うまい。食べるね。食べていいよ。食べるの。俺もなんかおつまみ食べる。ひょにょ。いいのかな、このベッドの上で食べちゃって怒られるかな。いただきます。うん、食べて食べて。うん、美味しい。なんかコンビニのさ、サンドイッチ美味しいよね。美味しいね。うちと一緒の白いそうです、うん。あ、本当だ。なんかうちもさ、白に変えてやっぱ、うん、ホテルっぽくなったっていうかさ、うん、いいよね。そう。で、こことかさ、ちょっと、うん、あんま机とかないからさ、こうやって食うけどさ、多分家だと、うん、さ、ああ、わかる。汚れだから、みたいな。言われるもんね。うん、そこで食べないで、って言っちゃう。なんか本当はね、なんか京都にせっかく来たからさ、京都名物みたいなもんさ、うん、京都名物って言ってパッと思いつかないんだけど、なんか食べたかったけどさ、うん、もう時間が時間だったからね、着いた時間が。うん、私、今日からちょこっと泊まるんですけど、うん、あの、このホテルの時間しかちょっと僕らの時間が取れなくって、その後もういろいろ住んだら、ね、東京に戻んなきゃいけなくなってるので、ちょっと観光はできないもんね、今回。できないね。お仕事でね、来させてもらったからね。うん、まあ、お土産だけは買って帰ろうかな。うん、帰りに、うん。駅で。いいやん。でもあれでしょ？駅でさ、お土産選んでたら、うん、東京でも買えるとか言うんでしょ。まあな、物産展とかもいろいろあるから、ね、あ、そうね。どこでも買える、便利な世の中ですよ、うん。でも今日ちょっとなんか京都駅だっけ、うん、見たけどすごいね、建物すごいでしょ。ね、なんか翔太がさ、もうこの駅はどこの駅よりもすごいってなんか来る前にさ、うん、すごい興奮して言ってたじゃん、うん、あの、富士山に登っても感動しない男が。富士山には言わないで。
なんか何年か前に富士山登ってて、うん、その前にさ、なんかいやもう富士山登ったら人生観変わるよとかさ言うのよ。言うのみんな。俺登ったことないけど絶対言うと思う、うん、もう景色が全然違うとか言う。あ、じゃあいざ登りました、うん、そしたらもうね全然変わんなかった。多分ね期待がすごかったんだろうねそう変わる。そうだよ、多分ハードルが富士山よりも高いところにあったから、うん、いやそうそうそう、もう超えられなかったんだろうね、そのハードルを。富士山に登ったから、もう変わるぞとか思ってたと思う、うん、人生観変わるんだと思った、変わってやるぞぐらいに思ってたと思う。あれ対しておかしいなそうあれここどこだっけ。そうなのそんなこともあったな。あとなんか結構すんなり登れたんだもんね。あ、全然、うん、まあ、若かったっていうのと体力があったっていうのもあるかもしれないけど。そうだね、二十歳ぐらいの時だったんだけど、うん、登れたね。多分今の俺が登ったら、うん、多分上でもうほんとマジで死にそうになってた。ほんと、うん、はあ、帰りつらみたいな登ったのはいいけど帰りつらみたいな感じになりそう。まあ感動はするんだろうけどね。うん、美味しい。相変わらず美味しそうに食いますな。うん、足揉んであげようか。やっと。ああ、気持ちいい。美味しい。ああ、すごい。気持ちいい。うん。ああ。いいね。いい。うん。いいよ。いいよ。そこそこ。もっと立てて。そこそこ。ああ。あ、なんかもうやらせ感満載だよ多分あの画像を消して音声だけ聞いてたら思ったの、ちょっと違う、思ったのそれ。ちょっとみんなやってみて。オッケー、その今、うん、じゃあみんな今閉じて携帯閉じてもらって、ね、うんうん、声だけ楽しんでもらおう、うん、はい、じゃあ今みんな閉じててね携帯、うん、はい閉じました、はい閉じてる、はい、閉じてる、うん、閉じてる、はい、あーあああああ、そこ、うん、ここでしょ。うん、気持ちいい。ああ、ここでしょ。ああ、いい、ここがいいでしょやめてよ、もうやめてよ、バレちゃうじゃん俺の合法合法だよねうん、だって足のマッサージしてもらってるだけだもん気持ちいい、マジで気持ちいい。はい、じゃあこっちにします、はい、優しい。俺もしてあげよう、後で。ああ、いいよいいよ、これは。あの、言っとくだけだから。漏れてるよ。言っとく、漏れてるんだよ。言っとくだけだから。全部流すわ。全部流すよ。あれ、ちょっとカットします。全部流すもん。俺の性格の悪さがバレた。いや、マジで気持ちいいわ。よかった。あのね、ここ、マッサージチェアもね、ついてんだよね。そうなんだよ。すごいよね。あんまでも、量マッサージチェア得意じゃないもんね。うん、あとね、なんか多分お酒飲んだ時にマッサージチェアとか乗るとなんかすごいなんか、ね、酔いが回りすぎちゃってさ、わ、ね、かるわかる、すごい体がだるくなっちゃうありがとう、もういいよ、ありがとう。いやすごい足が楽になった。よかった。でもしてあげようか。あ、いいよいいよいいよ、ありがとうありがとう。翔太の屈折足をやめ終了みんな真似しないで良い子は真似しないでください。良い子は真似しないでください。美味しいよね、生ハムね。うん、うん、いやコンビニの暗いのがね、ちょうどいいんだよな。あ、わかるわ、うん、そうだね、確かにちょうどいいのよ。ちょうどいいのよ。うん、そう、なんか高級なのもやっぱ美味しいけど、うん、あんま食べれないよね、量が。そうだね、そういうとこある。確かに。あ、いいね、うん、いいね、うん、もうこれもう大好き。何食べてるかわかるかねちょっとみんなにどうでもいいんだけどねこれそれ何、あの炭火焼きの鳥の地鶏みたいなやつそうかコンビニで買えるやつもうこれが美味しいのよ。あ、美味しい。うん、でも明日の朝めっちゃ早いからさ。そうだった。ある程度したらもう、そうだね、横にならなきゃいけない、ね、うん、まあ、でもすごいね、楽しそうな仕事だから、お仕事だから、うん、そうだね。楽しみ。写真撮ろうか。そうだね、もうこの広いさベッドもう何でもできちゃうんだから何でもできちゃう。何すんのよ。あー、あぶない危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 ない何でもできちゃうんだから、こんな広いと何でもできちゃうよ。いいよ。いや、楽しんでんね。あ、いい音すんね。あー、やめてー。
やめよ、俺怪我するからやめやめていや、ほんと無理だと思う。いやー、いいねー。でも運動音痴な翔ちゃんでもさ、うん、前回りはできるの。前回りできるな。後ろ回りはできる。いやー怖い怖いんだよ。やめてよ。怖い怖い。今度動画でやろう。後ろ回りできるか。いや怖いや。危険だからね。うん。ちゃんとしたところでやろう。ちょっと練習しなきゃ。やめてよ。家で練習するのやめて。そうなの。いろんなものが壊れそうだ。じゃあ、そろそろ。横になるか。横になるか。うん。ひょにょ。よし、じゃあもう暗くしちゃうね。うん。あー、はい。おやすみなさーい。はい、はい、というわけで、今回はですね、まあ、ホテルでの僕らの過ごし方をやっていきました。イエーイ。この動画が面白いと思っていただけたらチャンネル登録と、はい、高評価のボタンもお願いします。インスタ、ツイッター、TikTokはお願いします。ではまた、またおやすみなさーい。おやすみなさーい。イエス。寝ようぜ。電気消して。アレクサ電気消して。俺も言おうと思った。やめてよ